中断からかかるのくらいしかやだなって思うことだって一年ぐらいはあるだろう。明日はこうしたいなって感動がだから眠るな人はみんなやっと忘れた今日という日を乗り越えちまえばどうにかなると言い聞かせて、こんな夜遅くコンビニのランチで弁当を温めどんな席待ってるの、君はきっとわかってるだろう。いつの間にか食べてることだけど気づかないふりをしてスタートはもう一度だけやり直そうなんて思うなら今しかない、後にはない、逃げてる今の自分目を覚ませ、ガス窓つった現実にここは繋がりたくないけど血のドア出た瞬間別人にもなれる、大事なのはどこからやり直すか、つやきをかけた数秒前。それじゃ僕は一体何なんだ、ブラックのこととやかく言えるか、シャツシャツは中盤前下で評論家みたいに浮かべて、どこどうすればぬるま湯の環境抜け出せる、どうせだったら失敗したって当事者で会いたいのに、防犯カメラに守られることより誰も見ていない、自由が欲しいだけ、何を犠牲できるんだろう、何しろ潮目しがいいね、だから止め気にすな、メディアさんメディアさん、今日までずっと思ってたものだってどうでもいい、見張るなカッコつけるな、冷めたら二足三のプライド、風吹かれべきゃ慣れても明日のやつほどバカじゃない、僕の方が少しはマシだって言い張って君に向かって全部否定してやりたい、結局同じ穴の虫だ、今更はダメかい、遅すぎるかい、やり直せるな、なんだってできるだろう、君は僕の過去みたいだな、僕は君の未来になるよ、どうせ自己嫌悪の塊、スタートオーバー、もう一度だけやり直そうなんて思うなら今しかない、後にはない、逃げてる今の自分目を覚ませ、ガス窓つった現実に心は背中深くなるけど血のドア出た瞬間で通信にもなれる、大事なのはどこからやり直すか、先はかけた数秒前。